皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の夏期講習歴史、今回は第13回ペリー来航と日本の開国、ね、これについて復習します。学習する項目は3つです。ヨーロッパの市民革命、日米の2つの条約、そして幕府政治の終わりと。これ日本に外国の船がやってくるようになったのはヨーロッパで産業革命が起きて、そしてアジアに進出する、こういう形になって日本にもやってくるようになりました。ですからヨーロッパの内容もここでは含めておきます。では始めます。イギリスではクロンウェルを指導者にピューリタン革命が起きました。その後名誉革命が起きて議会政治の基礎が固まっています。アメリカの13の植民地、ここでは独立戦争が起き、独立宣言を発表、そしてイギリスから独立してアメリカ合衆国ができています。そして1789年、フランスではフランス革命が起きて人権宣言が発表されています。18世紀後半、イギリスで始まった産業革命はヨーロッパ中に広がって、ヨーロッパ諸国、欧米諸国は資源と市場を求めてアジアに進出してくるようになりました。こういう形でアジアの進出が、ね、ヨーロッパがアジアに進出してきて、日本にも外国の船が頻繁にやってくるようになったんですね。では一度ここで復習しておくと、イギリスで起きた2つの市民革命の名前を言いなさい。ピューリタン革命と名誉革命。それからアメリカの植民地が独立戦争を起こして発表したものは独立宣言。そしてできた国はアメリカ合衆国と。フランス革命の後に発表されたものは人権宣言。18世紀後半、イギリスで始まった産業革命。この産業革命とはどういう意味ですか？機械の発明や改良によって世の中の仕組みが変わっていったこと、これを産業革命と言います。では次いきます。日米の2つの条約。1853年に4隻の軍艦を率いてペリーが日本にやってきました。ペリーは一度帰るんですけど、翌年来て日本と日米和親条約、これを結びました。この時には貿易の内容は入っていないんですね。で、日米和親条約では下田と函館、この2つの港を開港しました。内容は水と食料と燃料を供給する、さらにアメリカの船が難破した時には日本がそれを助けるという、こういう内容の条約でした。そしてそれから4年後、1858年、大老の井伊直弼、この人が日米修好通商条約を結びました。この日米修好通商条約、特に出やすい項目です。それはなぜかというと、これ不平等条約だったからなんですね。どんな内容が不平等だったかというと、違い法権を認めると、これ領事裁判権を認めると、2つの言い方がありますけれど、ここでは違い法権を認めると書いておきます。これはどういうことかというと、アメリカ人が日本で罪を起こしても日本で裁くことができない、裁判はアメリカでやると、こういう内容のものです。さらに日本に関税自主権がないと。関税というのは、日本が自分の国の産業を保護するために外国の商品に対して税金をかけるんですけど、これを関税と言います。日本にはこの関税をかける権利、関税が何パーセントと決める権利がなかったんですね。この2つが不平等な内容です。この不平等な内容、特にテストに出やすいのでしっかり覚えておきましょう。ペリーがやってきて結んだ条約は何ですか？日米和親条約。この日米和親条約で開港した港を2つ言いなさい。下田と函館。井伊直弼が結んだ条約は何ですか？日米修好通商条約。これは不平等条約だったんですけど、その内容はどんな部分が不平等だったんですか？領事裁判権を認めた、または違い法権を認めた、日本に関税自主権がないと。このようにスラッと口から出るように練習しておいてください。そして幕府政治の終わりに行きます。この井伊直弼という人ね、尊王攘夷を唱える大名とか藩士たちを罰しました。尊王攘夷というのは、天皇を押し立てて、攘夷というのは外国を
やっつけちゃうと、武力でやっつけちゃうと、こういう考え方です。こういう考え方をしていた大名とか藩士たちを罰しました。これを安政の大獄と言います。で、土佐藩の坂本龍馬が薩摩藩と長州藩、を薩長同盟という結びつき、ね、同盟を結ばせました。この薩摩藩と長州藩はもう幕府の政治は終わりだと考えて同盟を結んだんですね。その仲立ちをしたのが坂本龍馬でした。そんな中、1867年15代将軍の徳川慶喜が政権を朝廷に返しました。このことを大政奉還と言います。で、15代の将軍慶喜が政権を朝廷に返したこと、これ大政奉還というんですね。ではここを復習すると、坂本のような馬の仲立ちで薩摩藩と長州藩が結んだものは何ですか。薩長同盟って、徳川慶喜が朝廷に政権を返したことを何て言いますか。大政奉還と。ではここで全体を復習しておきましょうと。イギリスで起きた2つの市民革命は何ですか。ピューリタン革命と名誉革命と。アメリカの独立戦争の時発表されたものは何ですか。独立宣言。植民地は独立して何という国になりましたか。アメリカ合衆国と。フランス革命の後で発表されたものは何ですか。人権宣言と。ペリーが日本にやってきて結んだ条約は何ですか。日米和親条約。この条約で開港した港は何で、どことどこですか。下田と函館。井伊直弼がアメリカと結んだ条約は日米修好通商条約。この条約は不平等だったんですけれど、その不平等な内容は何ですかと。治外法権を認めた。日本に関税自主権がなかったと。土佐藩の坂本龍馬が薩摩藩と長州藩の仲立ちをして結んだものは何ですか。薩長同盟。十五代将軍の徳川慶喜が朝廷に政権を返したことを何て言いますか。大政奉還と。このようになります。この中3の夏期講習の歴史は今回が最後になります。この続きはですね、中学2年生の歴史の動画の方に続いていますので、ぜひそちらの方も見てください。今回も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。